さん、こんにちは。今回は横浜市港北区の綱島をご紹介します。東急新横浜線の開業で注目を集めている綱島は、現在商業施設やマンションが次々に建設され、新しい街へと生まれ変わろうとしています。一方で温泉街として栄えた綱島には、今も昭和の面影を残している街並みや商店街も残っています。この動画では綱島の現在の様子をご紹介しながら、これから綱島がどう変わっていくのかを考察していきたいと思います。それでは最初に東横線の綱島駅東口から東急新横浜線の新綱島駅へ歩いていきたいと思います。綱島駅東口と新綱島駅は少し離れています。駅が離れてしまった理由は、沿線の地権者との調整がうまくいかなかったからなのかもしれません。駅の周辺を歩いているのは学生をはじめ20代30代の若い人が多く、街のポテンシャルを感じます。正面に見える建物の地下に新綱島駅があります。新綱島駅の周辺ではマンションの建設や道路整備の工事が盛んに行われていますので、少しうるさかったです。こちらが駅の入り口です。実は新横浜線は日吉駅、新綱島駅、そして新横浜駅のたった3駅しかない路線です。しかし東横線と目黒線、相鉄線に乗り入れをしていますので、綱島から都心や県央方面へのアクセスが格段に向上しました。駅の開業に合わせてバス乗り場も整備されました。東横線の綱島駅には交通広場がなく、駅前の道がいつも混雑していたのですが、バスの半数が新綱島発着になりましたので、混雑の緩和が見込めます。こちらは2023年12月駅上にオープンした新綱島スクエアです。今まで大型のスーパーマーケットは綱島駅の西側にしかなかったのですが、新綱島スクエアには東急ストアも入っていますので、お買い物が便利になります。ところで綱島は大正から昭和初期にかけて80軒の温泉旅館が立ち並んでいた温泉街でした。やがて温泉施設は次々に廃業していったのですが、現在の新綱島駅と新綱島スクエアがある場所には最後まで営業を続けていた東京園という温泉がありました。綱島街道沿いには当時の温泉街の名残を感じる路地があります。正面に見えるビジネス旅館松代、温泉街の遺産ともいえる旅館です。旅館の裏手には旧温泉街の歓楽街だったと思われる道が伸びています。綱島の温泉街は昭和40年頃までは栄えていたのですが、東海道新幹線が開業したことで東京から熱海や伊豆の温泉へ日帰りで行けるようになったため、綱島温泉は徐々に寂れていってしまったそうです。旧歓楽街の前に小高い山がありました。
こちらは綱島温泉とは関係がないかもしれませんが、気になったので階段を登ってみます。長くて急な石段にちょっとたじろぎましたが、登っていくと鳥居が見えてきました。山の頂上には綱島神明社という神社がありました。神社からは東横線の電車や武蔵小杉のタワーマンションを眺めることができるのですが、ここまで来るのには100段の石段を登る必要があります。石段を降りていった時に綱島街道を歩いている人たちから怪訝な顔で見られましたので、綱島神明社を訪れる人は少ないのかもしれません。それでは次に綱島駅の西側をご紹介します。綱島には7つの商店街があるのですが、そのほとんどが綱島駅の西側に集中しています。多分温泉街として栄えた当時の名残だと思います。こちらは東栄商店街です。東栄商店街は川崎と横浜を結んでいる主要な県道沿いのため車の往来が激しいのですが、歩道が狭く自転車の走行レーンもありませんでしたので、個人的には整備した方が良いと感じました。パデュ通りと呼ばれている綱島商店街、石畳が印象的なこの通り沿いには戦前まで温泉宿が立ち並んでいたそうです。伊東洋華堂もある綱島商店街は綱島駅の西側で最もにぎわいがある場所です。こちらは駅前から東横線に沿って北へ伸びている西口商店街です。西口商店街には飲食店が多いのですが、ランチタイムには行列ができている人気店もありました。西口商店街から東横線に沿って北へ歩いていくとなだらかな坂道に差し掛かります。この辺りは昔東京湾の入り江に浮かぶ島だった場所で、この先にある綱島公園や綱島神社の辺りが中洲のように海面から盛り上がっていたそうです。ご近所の人たちのくつろぎの場所として、また子どもたちの遊び場として利用されている綱島公園、標高30メートルの綱島公園も昔は一つの島でした。公園のてっぺんには古墳があります。僕もそうなのですが、昭和の子供たちは草木が生い茂る古墳でよく遊びました。今回は綱島の現在の様子をご紹介しました。綱島は歴史のある町ですが、特に新しさはありませんでしたので、今まであまり注目されていませんでした。それが東急新横浜線が開業したことで町は変貌しつつあります。沿線開発では定評がある東急ですが、開発は今まで田園都市線沿線に集中していて、東横線沿線ではほとんど行われていませんでした。その理由の一つは、東横線の沿線には歴史ある商店街や住宅が密集している場所が多いため、地権者との交渉がなかなかまとまらないのだと思います。
そこで東急は39年ぶりとなる新しい路線新横浜線を開通し、綱島駅の東側に新綱島駅を開業しました。土地に余裕がある新綱島駅の周辺はまだまだ開発の余地があります。綱島はこれからさらに変化と発展を続けていく町として注目です。ご視聴ありがとうございました。